はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビジです。では、今回は、インペラトルローマ、続きをやっていきましょう。前回ですね、まあ、内戦、不利際の内戦に乗じて、ユダヤと、まあ、その反乱勢力として台頭していた、このね、イスラエル方面の一部を割譲させたというところで、領土は広がったんですが、まあ、その分ですね、財政と、あと人的資源が少しね、圧迫していると、悪化したという状況になっています。で、今回はまずですね、今この安定度がむちゃくちゃ下がっているので、この安定度をね、少し変えていこうかなということで、まず最初にね、この安定度を上げるために、宗教からこの神々に生贄を捧げる、これをやりたいので、まずね、宗教187まで貯めます。今173ですね。では時間を進めていきましょう。これマイナス3でかなり悪いボーナスになってるんで、これをね、プラスボーナスへと変えていきましょう。で、人的資源に関してもね、今だと5万5千まで減ってるので、まあ、10万ぐらいまでしっかりと増やしていきたいというふうに思ってます。で、お金もね、まあ、マイナスはマイナスなんですけども、しっかりとお金を使っていく必要があるので、必要なところにはね、お金を落としていきましょう。まあ、やっぱりお金は市場建設が一番手っ取り早いはずなので、市場建設を中心にやっていきましょうか。で、人口はね、国葬、これがかなり引いてくると思うので、ここも余裕を見ては入れていきましょう。切望は美徳。忠誠二重を失うのか。これでもさ、選択肢がないからね。落ち着いてっていう以外の選択肢がない。こういう風な形でどんどん人望を失っていくのであれば、すかさず金で買収する。このね、忠誠度が低いと、にっちもさっちもいかなくなるというのがよく分かったので、絶対にそうはならない状態にしていってあげなきゃいけないですね。まあ、でも危ないような人間はいないかな。30切ってるともうちょっとどうかなって感じしますけど。30を切るような場合には、すぐにでも。賄賂を送って、ご機嫌取りに伺わなきゃいけなくなるんですけど、まだね、そういう状況ではないですね。で、そうこうしてるうちにどうだい？そろそろ安定度をプラス1してマイナス2に戻しましたね。これでだいぶ改善されたね。さて、続いて、履行されていない約束。なるほど。これは、不機嫌になられても困るからな。名声10を失ったとしても、一旦約束をちゃんと守るよっていうおべんちゃらを使っておきましょう。で、全然違う話になるんですけど、実は今朝って言った方がいいのかな、ぎっくり腰になってまして、午後、休みを取ってタクシーで帰ってきて、それでゲームをやってるっていう状況なんですけど、もう本当に座って、
まあ、PC のゲームなんで、このインペラトルローマ機関シールド。マウスをクリクリ動かすだけなんで、何にも影響はないんですけど、じゃあトイレに行こうとかね、水を飲みに行こうとかすると、もう激痛ですね。激痛。何度か、ぎっくり腰になったことはあって、数年前に一度、もうそれはひどいぎっくり腰になったことがあったんで、もう本当に恐怖は持ってたんですけど、今朝はね、まあ、軽めのぎっくり腰だから、まあなんとか、うん、普通に生活はできるかなと思って、もう会社にいつも通り出社したが最後。もうね、悪化の一途。会社に着く頃にはもう、全く動けない状態でしたね。いつものだから3倍ぐらいかかりましたね。駅からオフィスまでが。で、あげくタクシーで帰ってくるっていうね。何しに行ったんだって話なんですけど。まあそういうのもあって、こういう風にゲームをしてるだけだったら、なんてことはないんですけど、本当に痛い。幸福度上げておくか。まあここは幸福度上げておく。あとはこのね、安定度を、まあ、プラマイゼロぐらいまでしっかり持っていきたいですよね。で、税収の取れる見込みのある場所からは、あらかじめ、市場を先行投資しておくというのも手だからね。とにかく国をね、強くしていかなきゃいけないと。財政と人口ですよね、だから。今だととてもじゃないけど、戦争できるような財政じゃないので、本当はね、この、こちらの、今画面のね、中央に映しましたけど、ナバテヤに対して宣戦布告をして、ナバテヤ領を蹂躙したかったんですけど、まあ人的資源もそうだし、お金もだしっていうところで、全然今、その準備が整っていないという状態なんですよね。で、ナバテヤに対して宣戦布告をする場合の、まあ、段取りに関して言うと、しっかりと影響行動、ここから、いや、秘密コードかな?ちょっともう一回秘密コード開き直しますね。請求権の捏造ね。これを行って、安定度。さっき、マイナス3からマイナス2にした。安定度がね、またマイナス3にならないような、工夫をしていかなきゃいけないっていうのはあるんで、注意はね、必要だと思ってます。で、次に安定度をもし上げようとして、宗教から生贄を捧げる場合、187必要なのに、まだ100なんで、もうちょっとかかりそうですね。人口をザクザク増やして、国民の皆さんに安定的に暮らしてもらいたい。そしてこの第3軍はね、待望の戦争がいますからね、戦争。一応メタディアに関して言うと、国境には、まず南側に5500合わせて。で、北部には18000。で、さらにね、今戦争部隊もいますけど、戦争部隊も、用意しますし、さらに言うと、周辺国からのね、援軍も期待できるという状態ですね。で、第4軍は、これ、指揮官。誰か。指名しておきましょう。79あれば大丈夫かな。もう能力よりも忠誠度。これは南の駆守に備えます。まあ、9000でどうにかなる相手でもないと思うんですけど。まあ、そうなってくると、9000でこらえられるようにするために、
臨時に兵を雇えるお金をある程度ストックしておきたいなというところでしょうか。今お金193しかないんですけど、これだと全然雇えないんで、これまず1000ぐらいまでまず戻しましょう。ではね、時間を進めていきます。はい。ではね、安定度をまた上げていきましょう。マイナス1まで来ましたね。これやっぱりプラスに変えていきましょう。プラスに。で、次プラスに変えるのにまた神に、生贄を捧げるにあたっては188ですね。また貯めていきます。まあ、この安定度が高いに越したことはないので。安定度、どんどん貯めていきます。で、人口能も6万5千まで回復してきたんですけど、金がないね、金。金をなんとか、どっかで確保していきたいところですけど、財政支出、ちょっと確認しておくと、税金が、どうだ ?23.37。公益で 14.34。エコノ金が 4.46。賃金を支出、陸軍の維持費、このあたりが少しお金かかってますね。ただ陸軍もこれ以上は減らせないからな。なんとかもうちょっとお金が入ってくる、見入りのいい何かをしたいところですね。陸軍減らせないもんな。むしろ増強したぐらいですからね。陸軍の展開見ると、このナバティアの国境に1万8000でしょ、南部に5500。で、クシュとの国境に9000。これも減らせないからな。まあ、クシュがいざで、その気になったら、かなり厳しい戦いになるので、その気にさせないことが重要ですからね。ではね、ここで、我が王に対して、アイディアを入れていきましょう。まずは何を入れるかですけど、軍事的素養としては何入れる？今選択できるものとしては戦争の精神。陸軍の士気がプラス 10% ですね。続いて、工場的な造船所。船のコストがマイナス 25% のボーナス。で、あとは規律ある撤退。兵補助速度が、プラス10。陸軍の士気回復がプラス5。まあ、ここは、普通に考えて陸軍の士気プラス10かな。で、連絶系のアイディアは？認められた特権。月間の腐敗がマイナス 0.10。いや、これもちょっと微妙だよね。軍政。毎月の将軍、提督の忠誠がプラス 0.05。反乱をされなくて済むという大きなプラスがあるね。これ、やろう。軍勢。で、他、統治だと何がある？建設コスト。国家、商業収入プラス20。これでかいぞ。プラス20は本当にでかい。
で、あとは宗教アイデアだと、国境。文明速度の変化、プラス 0.02 か。あと2つあるけど、ここ考えると、どうだろう。統治アイデアの、国家商業収入プラス20はでかいよ。これ入れよう。で、地方の緊張ですね。マケドニアの利益を優先する。マケドニア、土着住民の権利を優先。どっちがいいんだろうね。都市の不穏度、プラス2。都市の不穏度、プラス2。いや、これ本当に難しい。どっちにしても、都市の不穏度。いやー、マイナス2。一旦、ここの、複雑な関税を入れても、ボーナスが受け取れないって話なんで、まあ、おとなしく、評価の改善にしときましょう。んで、そうこうしてるうちに、国家の安定度を増やすための、神への生贄の捧げができるので、これで、ようやく安定度ゼロまで持ってきましたね。無理な戦いをしたことによって、安定度がマイナスだったものが、ようやくここに来て、プラマイゼロまで持ってくることができました。で、あと宗教の進歩が、もう少しで、レベル2になるので、発明できる状態なんですけど、一旦このまま発明のポイントは貯めましょう。次の瞬間を待つ。いや、軍の長官ろくなやついないな、本当に。これでちょっと危険だけど、彼に賄賂。いや、でもこれ見るとあれだね。中世89あるから大丈夫だね。今まで何もちょっと見ないで放置しちゃってましたけど、この研究の速度がプラス 10% っていう、まあ、軍だけやたら遅いなぁと思ったらそういうことでした。なので、これをね、補正がかかる彼に変更。で、続いてまた神々に生贄を捧げる場合、188まだ必要だね。貯めていきます。では、時間を進めましょう。はい。これでね、今、研究、技術開発、宗教がレベル2に達したので、ここでレベル2の中から考えていきましょう。異なる文化グループの幸福度プラス 5% か、適正手続きの保障で統治者の人気獲得がプラス 0.05。あとは、生贄コストがマイナス 5%。いやー、生贄コストマイナス 5% 欲しいけど、これは時間とともに頑張るとして、まあ、許可された慣習。ここは自由の国、エジプト。で、さらに研究ボーナス。何聞かせるか。外交担当支援官。まあ今ね、侵略的拡大党のコーナー、圧政党のコーナーっていうのはないので、植物学だと研究速度促進が 5%、さらに効くの。重砲兵いないからね、今。まあ、どっちかっていうとね、人によるところの方が大きいのかなという感じはするんですけど、今だと、まあ、お金、うんぬんとかっていうところよりも、安定度を、まあ、上げて、全体的な
国力を底上げしていきたいなというところでしょうかね。ね、ちょっと今、うめき声が出ちゃったんですけど、ちょっと体を動かすとね、ぎっくり腰が相当痛みます。これどうだろうな、明日動けるのかな。前ぎっくり腰になって、一番痛かった時はもう3日間ぐらい全然動けなかったんですけど、明日はもう絶対オフィスに行かなきゃいけないので、明日もかな、今日も行ったんで結局帰ってきましたけど、タクシーで。なので、なんとしても、今日中に動けるところ、まあ明日の朝起きた時に動けるような状態にしておかないと、まずいな。まあ、ここは信頼のおける人物を軍団長として指名しておきましょう。上級将軍。まあ、将軍なんで戦闘力が高い人間にする必要があるものの、ここは忠誠度が低い人物を選択するわけにいかないので、で、あとは金を使ってでもそろそろ信頼度の下がってきた人物に対しては、ばらまき戦術でいく。金をばらまいて、とりあえず罹患されるのを避けましょう。仮にこの政治が腐敗しようとも、まあ女子供は一旦置いておく。50以下の男子、これに関してはしっかりと賄賂を送って気持ちをつなぎ止めましょう。さあ、これでまた6万まで回復してきましたね。人的資源が、中の人物ラジット。こやつ。まずは賄賂を置く。40まで下がってるからね。我が弟よ。さらに結婚もしてもらおう。私への忠誠心の高い女子を送り込んで、反乱の芽を摘み取る。忠誠心の低い人物がいれば、その人物を、42歳独身だもんね。そりゃさ、忠誠心も下がるよ。そういう子にはちゃんとしたお妃さんを迎えさせてあげましょう。忠誠心の高い女子、まあ、70が一つの目安かな。で、兄弟同士の結婚はありえないのでやめましょう。よし、 OK だ。
またお金も回復してきてるので、そしたらね、こういうところで、お金を使って、さらに増やしていきましょう。収益を。農地は基本、穀倉地帯にしておけばいいのかな。で、泥沼、沼沢かな？沼沢に関してはどうなんでしょうね。何が適切なのかっていうのを、ちょっとまだ調べてないので、はっきり分かってないですね。まあでもね、周辺が砂漠に飲み込まれてる中、このエジプトはデルタ地帯を持ってるだけでも、だいぶで裕福なんじゃないかなとは思うんですけどね。あとは、ナバテヤ。これをどう処理するか。ではね、時間だいぶ進めてきましたので、ナバテアに対してどう対処するかを決めていきたいと思います。で、結局どうするかなんですけど、まずナバティアに対してですね、今プラス81まで持ってきました。この有効度をね。なので、これにさらに贈り物を進呈して、82、プラス1しましたね。このプラス1で82から100まで持っていくと、属国の提案が可能になるので、まずここまで頑張ろうかなと思ってます。82を100に変える努力ですね。ナバテアに対して外交を展開してるんですけど、93、94行ったっきりですね、100になかなか到達しないという状態です。で、この状態で100に持っていくのはもう無理だなというのが分かりました。今、94という状態なんですけど、これに対して、例えばね、贈り物を送ったとしても、これ以上もう上がらない。今から贈り物を送りますね、試しに。もう上がらないと。まあ単純に金を受け取っただけですね、彼らは。なので、ここはもう、彼らとの
まあ、戦いに踏み切らざるを得ないのかなということで、ここはもう一度外交を打ち切ってですね、この後来るであろう戦いに備えて宣戦布告の準備を行っていこうかなというふうに思っています。ではここで秘密行動から請求権の捏造。おっと、これをするのに弁舌力226が足りないね。なのでこの226をちょっと待ちましょう。で226溜まり次第、ナバテヤに対して宣戦を布告、これを征服していきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。